こんにちは、きぬちゃんです。今週のお散歩ツーリングはお花見です。いつもよく行く公園で桜を見てからモーニングしてきます。帰りによくお茶を飲んでくることがあるんですけど、だいたいどこでも11時まではモーニングがつくので、小腹の空いたおやつにちょうどいいんです。昔からコーヒー一杯を頼むとトーストとゆで卵が必ずついてきたんですけど、なんか最近は追加料金ですごく豪華なモーニングを頼めるところが増えてますよね。でもお散歩ツーリングの帰りによるところはドリンクを頼むだけです。でもそれでもついてくるものが結構豪華で、今日は皆さんにそれを見ていただこうと思っています。そうそう、昔まだきぬちゃんが若い時、名古屋駅で毎朝モーニングしてたんですよ。当時コーヒーは1杯180円くらいだったかな。その1杯のコーヒーにロールパンとゆで卵がついてきたんです。でそのロールパンはローテーションがあって、バター、それからマーマレード、あとあんこ、もう一つジャムもありました。4つぐらいだったと思うんですけど、それが順番に出てくるんです。毎日行ってるから今日は何っていうのが大体読めちゃいますよね。そこで友達と待ち合わせて、朝のおしゃべりタイムでした。楽しかったな。さあそろそろ真剣に走りますよ。ではそろそろ移動します。今日のモーニングはここカーメル、コーヒーは460円です。11時までモーニングで、それからランチタイム、ランチタイムが終わると今度はハッピータイムってのがあるんですよ。だからいつ行っても何かおまけがついてくるというところです。モーニングの内容はサンドイッチが3切れ、ハムサンドが2つと卵が1つでした。それとスクランブルエッグとサラダが結構たくさんあって、ヘルシーなモーニングというイメージです。もう一軒見ていただきましょう。こちらの杉浦コーヒー、お値段は500円です。コーヒー専門店なので豆も売ってます。内容は厚切りトースト、バター、いちごジャム、それから小倉の3つの中から選べます。あとはゆで卵とサラダと、それからヨーグルトと、日替わりでグラタンかシチューがついてきます。これで500円ならお値打ちですよね。他にはこんな内容のところもあるんです。これはまた次の機会に。